皆さんは親孝行していますか？お母さんやお父さん、おじいちゃんやおばあちゃんにいつもありがとうと言ってますか？なかなか言えてないと思います。私自身、学校が忙しかったり、お母さんも働いていて、一緒にいることがあまりないです。なので、一緒にいれるときは家族でお出かけをします。親と出かけるなんてことはあまりないと思うのですが、たわいない会話が一番心の癒しにもなりますし、親子の絆がよりもっと強くなりますので、この休みを使って実家に帰り、親孝行してみてください。そして、照れくさいですが、いつもありがとうと言ってみてください。